どうも、ルナモです。どうも、ジャンネンです。キミヌンです。はい、というわけで、皆さん、和石公式言える3A+B、2×3/2 5×2/2 そうっすね、そうっすね。まあ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 、まあ、一旦今のはちょっと言えなかったっていうことにして言えなかったになるんや、今の和石も覚えてないなんて、理系の端くれとも呼べないですよ。パホテルから証明するんで。そうです。あー、パホテルもお前ら今日の企画やれやんなもん。そう、世の中にはやっぱ暗記っていうものがどうしても隙間になってくるわけ。なるほどなるほど、そりゃそう、そりゃそうですね。今回はですね、そんな暗記界を救う救世主となりたいと思います。というわけで、今回やりたい企画は第1回ラップで暗記公式選手権。企画が分かった今ので。いや、全然ちょっと説明してて。今回の企画はですね、はい、語呂合わせみたいな感じでラップを適当に作ってそれで覚えちゃうじゃないかっていう企画です。大体やってます。やってるのかい。やってるのかい。歌にしてしまえば癖になるリズムとかその言い回しとかで、なるほど、なんか勝手に覚えちゃうんじゃないかっていう。俺と弁願に分かれて4時間後ぐらいに発表できる携帯まで持っていく。なるほど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 。というわけでやっていきたいと思います。バイバイ。ダマデマウィズハナデンディビジョン。ブブブブブー。はい、ということで弁願チームです。受験生が覚えるのに苦労するようなものをなるべく盛り込めたらいいなと思います。数学、英語、英語は英単語と、もう一個何を入れようかというのを今ちょっと悩んでます。選定がちょっとむずいよな。いいね、これ。ひどい。まあ、こういう系もあるよね。こういう系もあるよね。はいはい。はい、チーム花尾です。楽曲がね、決まったんで、歌詞を作っていこうと思います。曲はね、今回こちらでいきたいと思います。レイ、エルバルシャルベルレイ、ルナオジーニョって感じで。じゃあ今からね、歌詞をね、考えていきます。というわけで、作品発表。いや、なかなかちょっと受験生の希望となる歌を作れたのではないかなと。じゃあ電源からいきます。いいよ。覚えなあかんけど忘れるわみたいなことを詰め込みました。はい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 。まずは全員忘れる公式、こいつの登場、気持ちは絶頂、分母は係数、おのおの二乗、そいつにルート、かぶせろ速攻、分子は直線、そのまま括弧、変数に添え字、添えろ終了、絶対値つけて、こいつこそが、点と直線の距離公式。続いて覚えにくい英単語、受験者絶頂、試験者全上、その各々の顔がリスペクティブリー、なぜか尊敬関係ない、デバイス SE 発案する装置は CE 発案 SE、 ここからファインを制限するぜ、ファインは元気、コンファイ制限、残留で白く変わるナスとかバー、二族の順で覚えやすさ満点、途端に会えるぜブリッコツズちゃん、メッキは何個覚えろ勉強、このセンターあるに鉄巻き、被爆を先生名前は出せ、度が過ぎた下爆に会えない、アモニア、アモニアの入れ過ぎ、出やすさ最高、イエー。はい、こちらでございます。はい、こちらでございます。これ全部自分で考えました。それすごいな。すごいですね。これおすすめです。僕これまずこれね、まずリスペクティブリー、リスペクトから来てるのにそれぞれという意味で、確かにこれ間違いですね、はい、これ間違いやすいやつを入れていきました。で、デバイス、デバイスは装置、CE は装置、SE は発案なんで、こういう歌詞にしてます。ちょっとイン踏んでます、これポイントは。確かにね、インポイント高いね。はい、で、これファインっていう言葉があるから、いい意味と思いきや制限するという意味。はい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 。ここからは化学パート、炭酸イオンと硫酸イオンは鉛、ストロンチウム、カルシウム、バリウムと白色沈殿を生じるという無機化学の事実を覚えたいと、はい、これは大事な暗記事項ですね、はい、で、こちら途端に会えるぜブリッコスズちゃん、はい、これお前が作ったこれ、俺がさっき作りました。これだけで30分かかりましたから。はいはい。で、こちらですね、秀逸やね。不動のセンターあるに鉄脇でございます。不動のセンターあるに鉄脇。いや、これは言いたなるわ。でもアンモニア過剰で溶ける元素たち、これ度が過ぎた原爆に会えないアンモニアで覚えます。度が過ぎるがアンモニア過剰をちょっと示唆してるんですよ。おお、いいですね。はい、いや、素晴らしい、素晴らしいです。これは実用的やな。はい、こっちは実用性攻めてるんで、はい、
ょっと買えたなってきたわちょっと待って、お前密度ほぼ 100やったよ、暗記密度。はい、はい、暗記密度30ぐらいや。あ、なるほど。でもこれ商評価するのここやからね、まあまあまあ、評価するのここやから、まあまあまあ、はい、僕はやっぱ歌としてっていう。いや、そうね、なんかさっきお前出てきてたもんな。そう、じゃあ行きます。はい、お前エルギャオ、レッツギャルオン、てめえらのねみんなの妄想クロップオン、 F ラン、 S ラン、 ノンノンノン、 コナン君なら叫び出す、 ラネちゃん。 いや、暗記だるとか言ってるそこのやつ、 暗記は根気、そんな嘘つき。 さあさあ皆さんご一緒に来たる、 暗記の救世主、 You say who? シーナコスのおちょぼ口、わしなしなになっちゃった。 コースアウトのしんべヱ、 さしなばもろともマイクでシャイニーブー。つーかてめえらさっきからこそこそと何やってんだろげ。そのままにねえよ、ね、ポジティブすぎなのカメラだろ。おいこらちょっとそこの新米、新聞読んだら元戻せ。そうは言うてもアンパンマン、俺は腰痛持ちで腰あんあん。あーでもちょっと待ってくれ、本当に暗記しなきゃいけないのはこの学校生活という青春のビジプレジー。ここから一気にテンポ上げ、ついてこれるかなめるよミントアメ。正解不正解どっちだっていいでものやめとけ、クラスの大宴会。もう高三とか早すぎね、フルで白肌受験にもう高専、学祭行かない金輪際、俺のダッチがビッチに物一腕ならし、名もしならし、半日仮装のマシカバマシ、山へしばかりじじいよビシバシビシバキ倒すぜ、ストレス減ったらマシ。赤子はおねんねねるねるねるね、一方な辺は何ぬるぬるね、あーっといけねえぬが抜けた、中止形忘れたんなら終身刑。ちょっと待って、ちょっと待って、作品としてはいいんやけど何を覚えればいいかが何を覚えればいいかが全くわからなかった。ちょっとそこがラップだね、そこがラップだね。ラップ感はすごかったね。すごい、ラップ感はすごい。しかも途中であのテンポが上がるというギミック、ちょっとなんかそれちょっと変えたいなと思って。とりあえず暗記事項を解説すると、シーナコスのおちょぼ口。まずシーナコスや、まずはいはいはい、これがあのおちょぼ口。あ、こっちか。俺中括弧の方かと思った。シナシナ、なるほど、はいはい、シナシナになっちゃった。これもちょっと教えてほしい。これはコサインアルファでフォースアウトっていう。なるほどなるほど、はいはいはい、なるほど。サインベータでシンベイ、はいはいはい、シンベイでシナバもろともって、はいはい、まだシナバ部分で、はい、これマイナスがマイクで、シャイニーブ言ってくれたらわからんって、これ言ってくれたらわからんこれ、うん、コサインコサインでコソコソっていう、はい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 、コソコソ、これコサインがコソドロなんですよ。はいはい、なるほど。コソドロが2名で、あれこれポジティブっていうのをプラスっていうのをどっかに入れてた気がするんだけど、はい、ちょっと今現状分かってないですよ。まあ、ラップに聞き取られすぎやって、お前。そうなの。で、サイン A マイナスで新米です、はい、これサイン B が新聞の新部の部分。なるほどなるほど。コサインとサインで、まあ、コシアンみたいな、まあ、半日仮想のマシかマシ、はい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 、バカンの、はい、ヌルヌルネからの、まあ、終止形ヌーですよ。なるほどなるほど、っていうのがね。なるほど、ラップでございます。というわけで、まあでも結構時間かかったからね。あ、そうそう、俺も結構想像以上に時間かけてるから、これ。というわけで、はい、結果発表では、少し発表します。でん、でが、よっしゃー、やったー。勝負どうでもいいって言ったけど、呼ばれたら嬉しい。くそ、とにかくやらなかったらなかったそうですね、やっぱ電眼さんの良かったところは密度高かったじゃないですか。密度高くしました。1分なのにたくさん覚えられるみたいな、はいはいはい、かつ、はい、動画が結構なんか色分けされたり矢印でここがここだよみたいな感じで、見る人への配慮が良かったなっていうふうに思いました。いや、良かった、嬉しい。ただ逆に動画を見ながら覚える前提になってしまってるというか、なんか通学時間中に聞きながら投稿するみたいなこともあるかなと思ったんで、やっぱそういう点ではちょっとマイナスかなっていうふうにそういう点では花尾さんは聞き流すだけでいいんで、なるほど、いいなっていうふうに思いました。なるほど、まあ、ただやっぱりちょっと
少なかったかなっていう感じがしましたね。まあそうですよね、あとはこっちはちょっと数学が、うん、主だったじゃないですか。です、ね、こっちは英語と科学が入ってたじゃないですか。確かに、はい、暗記と親和性が高いのはやっぱり数学よりも英単語とか科学とかかなというふうに思ったんで、うん、ちょっとこちらをね、なるほど、よかったね、させていただきました。非常にもう真面目な講義ありがとうございます。というわけでこの音源ね、フリー音源なんでね、ぜひ広めてもらってね、やってもらったらいいかなと思います。はい、というわけで今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。